ゼビウスはナムコから1983年1月に発表されたアーケードゲーム。ジャンルは縦スクロールのシューティングゲームである。発表時のキャッチコピーはプレイするたびに謎が深まる。ゼビウスの全容が明らかになるのはいつかである。ギャラクシアンやギャラガなどと並ぶナムコシューティングの名作として大ヒットし対等の スペースインベーダーに次ぐ売り上げを記録。後に、様々なパソコン、家庭用ゲーム機に移植された。森や砂漠、海などの自然を舞台としたステージ展開とキャラクターの、銀色のグラデーションによる表現など、当時の主流だった、原色中心とは一線を隠す色使いが特徴。また、時期を操って、敵を撃ち、殲滅する、というゲーム性の存在だけであった。 当時のシューティングゲームとは一線を隠しており、遠藤正信によって作り込まれた世界観やストーリーが最前面に出されて、戦う理由やゲーム以外にも楽しむ要素を明確にしたのが最大の特徴である。また、プレイの仕方で難易度が変化したり、隠れキャラクターや隠しコマンドなど、当時では初となる要素も多数持つ。ファミリーコンピュータに移植された際には、 ファミコン発のキラーソフトとも呼ばれた。発売から9ヶ月後にはゲームの難易度調整方法や隠しコマンドが発見されて大きな反響を呼び、これらを掲載した雑誌コンプティークはわずか数日で完売となり、ゲーム雑誌資格者にはこれら隠しコマンドに関する問い合わせで1日中電話が鳴り続けたという。これを機にユーザーがファミコンゲームに 隠れキャラクター、隠れ技、隠しコマンドを求める傾向が強まり、それに応じて隠しコマンドのページに力を注ぐ傾向が見られるようになり、これらの要素はファミコンソフトのデファクトスタンダードともなった。次期、ソルバルーを操り、敵組織、ガンプが操るゼビウス軍の敵機や地上兵器を破壊し、進行していく。ステージには空中と地上の概念が存在し、 空中の敵には、対空攻撃武器、ザッパー。地上兵器には、対地攻撃武器、ブラスターで攻撃する。ザッパーは、基本的に三連射。ブラスターは、画面内の時期の少し前方に照準が表示されており、その照準内の十字の中心に落とすということになっている。地上物で、ブラスターにより破壊可能なものがあれば、 小準内の十字のそれぞれの橋が赤く点滅するので、それにより攻撃できるかどうかが判断できるようになっている。地上の敵は出現傾向が一定であるため、覚えていれば簡単に対処できるが、空中に出現する敵は、プレイヤーの操作内容によって出現パターンが変化する。これは特定の地上物を破壊することによって、敵の出現テーブルが巻き戻される。 という処理によって実現されている。この仕組みによってゲームプレイに不規則性が与えられていた。同ジャンル後発のゲームでは敵の出現パターンが完全に固定されているものが多いため本作を特徴づける要素の一つとなっている。エリアは全部で16種類。各エリアは8画面分である。エリア16以降はエリア7エリア16のループとなる。 中でもエリア16は難易度が最も高く、これをクリアするほどの実力を身につけることができれば、何回もループしてゲームを楽しむことができると言われている。エリアの途中で敵の攻撃を受けて時期が破壊された場合、そのエリアの7割以上を進行していれば、次のエリアから7割未満であれば、元のエリアの最初からのスタートとなる。西暦2000年。 地球は超知生体ガンプに引きられたゼビウス軍の攻撃を受けた。地球よりはるかに進んだテクノロジーを有し、核兵器も含めて破壊不可能な物質いるドークトで武装したゼビウス軍の前に南アメリカは制圧された。撃つ手を持たない人類に惑星ゼビウスよりシオナイトに乗り数千年ぶりに地球に帰還したムークラ島とアンドロイドのイブが救いの手を差し伸べた。 彼らの語るところによれば、現在地球に進行しつつあるガンプは、かつて紀元前1万2000年の地球上に存在した文明により、人類に奉仕するために創造された、バイオコンピューターであるガンプの6つのレプリカの一つに、過ぎない。ガンプは、自身の道具とにより逆に人類を支配しようとし、彼自身の6つのレプリカと、彼に従う人類を、 宇宙の6つの惑星に送り出していた。残された人類は、抜け殻同然のオリジナルガンプを破壊するが、レプリカの ESP により、殲滅寸前になる。ガンプを構成する、脳細胞の提供者である、ダスコ・クラ等の ESP により滅亡は、免れたものの、14000年後に6つの惑星が、地球を中心に工作するとき、地球上には、真のガンプが再生され、全人類は、 ガンプの奴隷となる。ムーたちの助力により、イルドークトを破壊するスパリオを放つ戦闘機、ソレバルーを建造した人類は、ファードラウトを阻止すべく、南アメリカのゼビウス軍拠点へと出撃する。本作のボス的存在の敵キャラクター。バックグラウンドストーリー、ファードラウトサーガにてゼビウスを統括している。存在として描かれているものの、ゼビウス本編には登場しない。 ゼビウス・ファードラウト伝説やゼビウス 3D、G では実際にボスキャラクターとして登場し倒すことができる。超知生体で元は BC12000 に人間に奉仕するために作られたバイオコンピュータ。ゼビウスの言葉で寄せ集めし者という意味でゼビウスのガンプはその6つのレプリカの一つ。はじめは人類の生活の一部として使用されていたが、 人々が端末によるガンプへのアクセスに感情移入しやすいよう疑似人格を植え付けるようになるとガンプは自身の人格を形成するようになる。やがて人類の将来を計算したガンプは自身が考える人類の未来のため自分の支配下での繁栄を試みるようになる。その過程で道クとが備わっていることに気づき道クとにより 人間を支配しようと自身のレプリカを6つの惑星へ送り14000年後に起こる地球を中心とした6つの惑星の工作ファードラウトを利用して地球に真のガンプを再生し全人類を支配しようとするアンドアジェネシスを破壊した際にコアから飛び出すブラグザはガンプの一部本作の背景設定にリアリティを持たせるため遠藤正信は ゼビゴという独自の設定を創作した。ただし、内容的には主に名詞の造語にとどまり、人工言語という水準には全く達していない。おかげで、ニュースペースオーダーでゼビゴを採用しようとしたスタッフらは、古い記録をすなどっても文法が存在しないことに焦り、結局足りない部分は独自に作るという結論に至った。本作に登場する時期や、 敵機の名前は、ゼビゴに基づいている。ソルバルーは、ゼビゴで、太陽の鳥、ガルは、大きい、ボザは、連結、ギドは、早い、ブラグは、真の、ジュンナを意味する。他に、イルドークとは、冷たい ESP、ガスとノッチは、絶好調、エケモゴーザは、ご飯の時間です。オルドザカートグルゼーガは、黄色い魔法の楽団すなわち YMO。ゼビゴの語感は、 富野義行のアニメ作品に登場する固有名詞の独特な語感を意識している。ゲームに SF アニメ的なエッセンスを加えるために言った設定と言える。ゼビ語では16真数のゼビ数字が用いられている。ゼビ数字は正方形に1本の対角線を加えた図形で表現され、それぞれの線分に0、1、2、4、8の数化がある。 それらを加算して0から15を表す。二桁以上の数は16進数表記に直したゼビ数字を続けて発音する。例えば10進数の111は16進数の6回に直し2桁目の6に対応するファーと1桁目の F のクルトを合わせファークルトとなる。ゼビウスは4番目の星の意味である。続編。 スーパーゼビウスのタイトルについて、後日ファンから、なぜスーパーに相当する、ゼビゴを使って、ゼビウスと名付けなかったのかと聞かれたエンドは、その発想が全くなかったと回答している。空中物、地上物、ゼビウスは、隠しキャラクターという概念を初めて発明したゲームである。当時は隠しキャラクターという概念が斬新すぎて、社内で受け入れられなかったため、開発チームは、 上層部にも、その存在を報告せずに、ソルとスペシャルフラッグをゲーム内に組み込んだ。その結果、ゲームの大ヒットとともに、隠しキャラクターの存在を知った上層部から追求されたが、開発チームはすべて、バグですという強引な言い訳で追求を乗り切った。ディグダグに対する、ジグザグ、ギャラガに対する、ギャラッグなど、当時のアーケードゲーム市場では、デッドコピーされた。 海賊版基板が流通していることが多く、本作では、こうした、デッドコピー基板への対策が設けられている。コインを入れてスタートした直後、画面右端の特定位置にブラスターを落とすと、爆発音とともに隠しメッセージが出て得点が10、加算される。この時、正規品なら、ナムコオリジナル、プログラムバイ・イーブス、コピー品なら、 デッドコピーメイキングコピーアンダーナムコプログラムというメッセージが表示される仕掛けとなっている。ゼビウスのデッドコピー品としては主にゼビオズとバトルズなで回っていたが、ゼビオズを制作した会社との裁判では法廷において実際に隠しメッセージを表示させてコピー品であることを証明した。ただし、バトルズはそのメッセージがプリースエンジョイディスゲームに書き換わっている。 また、森の部分の模様の中に、ナムコのロゴが隠れている箇所がある。隠しメッセージは修正した、バトルズも、こちらは気づかなかったようでそのまま表示されている。ゲームセンターなどに置かれた本作は、デモンストレーション画面中において、ずっとロゴの、ゼビアスのタイトル文字が表示される仕様であった。 もともとはデモンストレーション中にレバー操作をして筐体を潜入する子供への対策として考え出されたものだったが長時間同じ位置に同じロゴを表示し続けたために CRT モニターにはこのロゴの文字が焼き付き跡を残すという事象の原因となったゼビウスの大ヒットによりこのロゴが焼き付いたモニターは全国で発生したこれらのモニターは ブーム終了後にそのまま他のゲームに使用されたが、焼き付いたゼビアスの文字が、うっすらと浮き上がってるように見える状態で、他のゲームをプレイすることになるので、当時のプレイヤーからは、ゼビウスの亡霊という語り草にもなった。このゼビウスのロゴのゼビアス文字の焼き付き状態は、後に家庭用への移植版でも再現されており、プレイステーション版、ゼビウス 3D、G に、 収録のもの、PSP 版、ナムコミュージアムボリューム2に、収録のもの、DS 版、ナムコミュージアム DS に、収録のものに、隠しコマンドや、マニアックオプションを使うことによって焼き付き状態を、再現できる。9999,990点に、達するとカウンターストップとなり、点数がそれ以上増えなくなる。エクステンドエブリ設定の場合、 カウンターストップの直前に点数が動くたびに残機が増えていく無限増えという現象が起きる。これは次回のエクステンド規定特典が1000万点を超えた状態、標準設定の場合は996万点、到達で発生する。この次のエクステンドは10002万点で、これが内部的には2万点とみなされ、加点の際にそれを超えているために起こる。 ただし、残機は256で0に戻ってしまうため、無限笛を起こし始めてからでも、たまたま残機0の状態でミスしてしまうと、即、ゲームオーバーとなる。また、エクステンドが起きるとその割り込み操作のために、地上物とマップが一度とずれる現象が起きるため、無限笛中は、地上物とマップが明らかに大きくずれ、ゲーム速度もガタガタと遅くなる。 上記の無限笛中にはエクステンド音が連続で鳴り続けるためカウンターストップ達成へのファンファーレのように聞こえるこの状態がシューターたちの憧れとされこれを目指してマップデザイン隠しキャラクターの出現位置などがプレイヤーによって研究された中でも本作が発表されてからわずか1ヶ月という速さでウルホシアンズが作った導入し1000万点への解放は 特に知られる。その他の本作を取り上げた、当時の同人誌としては、田尻里氏のゲームフリーク第2号が知られる。この節では発売当時の社名で記載。まだ本作の移植版がなかった1983年、プログラマーの森田和夫が制作した、アルフォスがエニックスから発売された。完全に本作を意識した、告示作品で、発売に際して、許諾を得て、 ナムコのコピーライトが入っている。森田はマイコンでゼビウスのようなゲームが本当に不可能か試しに作ってみたら作れてしまったとのことで遠藤も完成度の高さを認めている。電波新聞社から発売された PC-60001 番は登場キャラクターは同じであるもののハードウェア上の制約から別のゲームとも言えるほど異なるビジュアル内容となっている。 そのため、ナムコから、ゼビウスの名を冠することを許可されず、タイニーゼビウスという名称となった。なお、後になって一部に知られるようになるが、このタイニーゼビウスを制作した、松島トールは、当時中学生だった。その後、マップや BGM などをオリジナル版に近づけた、タイニーゼビウスマーク2も発売された。同社に持ち込まれたものの、発売されなかった。 MZ-700 版は雑誌 OMZ に掲載された。電波新聞社からは X 一般を皮切りにタイニーではないゼビウスもリリースされた。ファミリーコンピュータ版は当時としてはかなりよくできた移植作ではあるもののアーケード基盤とファミコンのハードウェア性能の格差からアーケード版オリジナルの画像表現、演出と比較して制約されたものとなっている。 こうした制約はあったものの、ゲーム性については、AC 版をほぼそのまま移植することに成功したことで、完成度は高く、このゲームを楽しみたいがためにファミコンを購入するユーザーも増え、ファミコンブームの要因の一つとなった。ナムコ以外のソフト制作会社にも影響を与え、ゼビウスを見て、ファミコンソフト制作に踏み切ったソフト会社もいくつか存在した。 FC 版発売当時は、コントローラーのボタンが、シリコン樹脂になっている初期型のファミコンを所有する、ユーザーも多く、ゼビウスを契機に、連射のしやすいプラスチック製のボタンに交換する、ユーザーも多く見られた。2004年には、ゲームボーイアドバンスに移植されており、日本でも、携帯型ゲーム機で遊べるようになった。ナムコミュージアムでは、 ゲームボーイやドバンスを除いた各機種に収録されている。1995年発売のアーケードゲーム、ナムコクラシックコレクションボリューム1にも収録され、これによりアーケードゲームとして再登場した。同作には新作、ゼビウスアレンジメントも同時収録されている。1997年4月25日発売の Windows 版、ナムコヒストリーボリューム1に収録された後、メディアカイトより、単品販売された。テンコモリシューティングには、本作の画面そのままの、アンドアジェネシスを破壊するミニゲームを収録。また、スターフォックスアサルトには、ボーナスゲーム、リッジレーサー7には、起動時ミニゲームとして収録されている。Wii U 版バーチャルコンソールでは、ファミコン版が配信されている。 ニンテンドー 3DS 版は、ニンテンドー E ショップより、3D クラシックスゼビウスとして配信されている。開発はありか。スペシャルフラッグが出現させるだけで一アップになったり一部仕様が変更されているが、基本的にアーケード版に忠実な移植。3D 表示対応により、高低差によって立体的に見える新要素が加わっている。解像度の違いにより、 画面が横に長く、両端は流れる雲で覆われている。2012年1月26日発売の iOS 用アプリナムコアーケードに収録されている。2021年に配信されたアーケードアーカイブス版では本作にまつわる事例及び仕様の再現のオンオフが可能。YMO の細野春臣がゼビウスを好んでおり、ナムコの協力を得て、 ビデオゲームミュージックとスーパーゼビウスをアルファレコードからリリース。これらの作品は国内初のゲーム音楽サウンドトラックとなった。また、これ以降ゲームミュージックが音楽ソフトとして発売されるようになり、以後一分野として定着することとなった。さらに、国内初となる攻略ビデオも発売されている。スピードワゴンのキャラメルオンザビーチのオープニングに、 BGM が使われていた。本作ではこれまでにない隠しキャラクターというギミックを入れたことからゲーム内容がブラックボックスと化し隠しキャラクターについて多くの噂やデマが飛び交うことになった。当時特に噂として広まったのがゼビウス星で特定の条件を満たせば隠しキャラタランチュラーが出現しその後ゼビウス星が現れて エンディングになるというもの。タジリサトシによって広められ、雑誌にも掲載されるほどだったが、後にこれは、デマと判明したジリは大きく非難を浴びることになる。本作で最も有名な噂として、バキュラは256発のザッパーを当てれば壊れる、という噂がある。しかし、通常の基板では84発以上は、物理的に当てることができない。 システム上当てられないだけで、プログラム上では256発当てれば破壊できる、という噂も流れたが、これも遠藤が、自身のブログや、辞書のミニコミシ、テレビ番組、ゲームセンター CX、ネット掲示板などで否定している。ゼビウスは、破壊可能なオブジェクトは全て耐久力が一発分で、オブジェクトの状態には、破壊可能、破壊不可能、弾が素通りする。 の3種類しか区別はない。バキュラは、破壊不能なフラグを立てて処理しているので、そもそも何発当たるかは、関係がない。後の作品である、ゼビウス 3D、G では斜面の最初に画面を収集してから右下に、消えるバキュラがあり、こちらも連射装置付き筐体で2人プレイと3連射、ディオスという条件で二千発以上当てても壊れなかった。なお、DS ソフト、 僕らのテレビゲーム検定ピコット。腕試しには、このバキュラを破壊するゲームが存在する。また、コカ・コーラ社のウェブブラウザーゲーム、スプライト・ゼビウスではザッパーを一定数打ち込めれば破壊できるようになっている。エリア7で、地上への口しの先端にブラスターを連続で落とせば7万点の、特別ボーナスが入るという噂もあった。しかしこれは、エンドーが、エリア7の、 スペシャルフラッグゾーンだけは自身が設定したものではなかったためにそれを出そうと乱射していたところを見ていたプレイヤーが誤解したためのデマであるエリア16は大変難易度が高くクリアしにくいことからその手前のエリア15の後半部分にはエリア16に遭遇しないためのワープゾーンが存在しておりそこで時期が破壊されるようにしたらエリア16は パスされて、エリア17から、スタートさせることができるという噂もあった。これは、各エリアの70%を進行するとミスした時は、次のエリアから始まるというプログラム上の処理が、次のエリアデータをロードしたタイミングでミスした場合、すでに次のエリアをロードしているにもかかわらず、実行されてしまうために、都合にエリア進めるというもので、実際には15エリア以外でも、 実行可能である。蒸気のエリアワープと同様の理由で、いずれかの地上物が出現する直前にミスになった場合、次に始まる時に、エリア最初の森の上にそのキャラクターが出現することがある。アーケード版、ファミリーコンピュータ版1984年には、本作の続編である、スーパーゼビウスが発売されている。これは、ロム交換による販売を前提に作られ、 元のゼビウスのプログラムを手直しする形で作られた。稼働開始から1ヶ月も経たないうちに1000万点以上のハイスコアを出すプレイヤーが次々と出現したため、ワンコインで長時間粘られて設置点に利益が出にくくなることを解消するなどの理由で開発されたと言われているが、遠藤正信は1回あたりのプレイ料金の低い。 日本国外向けに難易度を劇的に上昇させて販売したバージョンがあり、それを伝聞した日本のヘビーユーザーによる日本国内での発売要望によって制作したと語っている。内容はほぼ同じながら難易度の大幅な上昇とギャラクシアン、タンク、ファントム、ヘリコプター、ファルコンなどの各種各種キャラクターの増加が特徴。難易度の上昇は非常に激しく、 後半面になると、ブラグザカートが同時に大量発生し、また隠しキャラクターのいくつかは破壊すると点数がリセットされるという陰険なフィーチャーがあり、当時のファンの怒りを買った。後に開発者も、この件については、やりすぎだったとコメントしている。この、スーパーゼビウスとは別に、ファミコン版オリジナルの続編として、スーパーゼビウスガンプの謎が開発された。 こちらも任天堂 VS システム対応でアーケード逆移植されているが、これについての開発には遠藤正信本人は関わってはいない。スーパーゼビウスは MZ-2500 版、X68000 版ゼビウスやプレイステーション版、ゼビウス 3D、G、任天堂 d DS 版、ナムコミュージアム DS に収録されている。また、 公式のシリーズ作品ではないが、カタログ IP オープン化プロジェクトにて許諾された作品について以下に記載する。ゼビアス。2002年8月10日に映画レーベルガリンペーロー作品としてテアトル池袋で公開されたフル CG アニメーション映画。上映時間75分。2002年9月25日に DVD 発売と発表されたが、 発売されることなく、現在に至っている。ゲームのシナリオから1万年後が舞台。総監督を立てず、キャラクターとメカニックの制作を CG パートごとに分けるなど、CG アニメの実験作的意味合いが強く完成度が高いとは言えない作品となっている。ストーリー成暦2015年、宇宙パイロットのタケルと、人型コンピュータマーサは、 謎の巨大宇宙船の中で、行方不明のラとウり二つの機械生命体、ルーミーと出会い、人類の宿敵、ガンプの存在を知らされる。地球進行まで40分しかない中、タケルは、ソルバルーに乗り込みガンプの基地汗へ向かった。スタッフキャストスーパーゼビウスに関するカテゴリー、ありがとうございます。